託児というよりは放置子ですが、私は某100円ショップで働いているのですが、子供をおもちゃ売り場に放置していく親が多い。ものすごく迷惑。幼児だとおもちゃを口に入れたりするし、いつも放置させる子供が2人。どちらも女児。 A 子は根気強く親に注意し続けたからか最近見ない。 A 子と同じ幼稚園ママが常連のお客様で、それとなく A パパに話してくれたらしく、あとB A パパが謝罪しに来てくれた。最近は A ママと仲良く買い物をしている A 子。本当に楽しそうで安心した。下の子が生まれて大変なのはわかるけど、店員に子守りさせるのは違う。かまってちゃんだったのがママ一筋になり、他のお客様に迷惑かけることも店員にまとわりつくこともなくなった。問題は B 子。この B 両親は本当にダメ親。子供3人いて、男、女、女で放置されてるのは一番下。B 兄は中学不登校で高校も行ってないし働いてもいない。でも遊び歩いてる。B 姉は万引き常習犯と仲良し。両親は B 子にしか興味がないみたい。近所のスーパーで買い物していたら B 親子を見かけた。関わりたくないので、そそくさとレジへ行き会計してたら見つかった。私にまとわりつく B 子を、聖母のように微笑んで見つめる B ママ。B 姉が、B 子帰るよと言い連れて行こうとしてくれたら、B ママが B 姉を殴った。B 子が楽しく遊んでんだろうが、邪魔すんじゃねえ。と、涙目の B 姉がかわいそうだったけど、こっちも、お前の友人に迷惑してんだ。まとわりつく B 子をスルーして帰ろうとしたら、 B ママに面倒見させてあげるよと言われた。思わず嫌です、無理です、バカ嫌いなんでと言ってしまった。 B ママひするひする、子供いないなら協力しろよ、不妊がだの、うちの天使をバカにするのかとか言ってたけど、ずっとバカ親嫌い、万引きするやつ嫌い、このガキうっとしい、を繰り返した。スーパーの店員が来てくれたけど、 B ママの迫力に戸惑い気味。 B ママが一息ついた時、お前いい加減にしろよ、毎日子供放置しやがって、迷惑なんだよバカ親、まともに育てられないなら産むな、猿だって子育てしてるんだから猿以下だな、お前外注決定、また児相に通報されんじゃね、とまくし立てた私も立派などキュンです。でも我慢できなかったんだ。何度注意しても放置していく B ママと B 子のせいで、クレーム件数が倍以上に増えて、スタッフ全員始末書書かされて、店長は胃に穴開いたし、集まってたギャラリーから、そうだ、お前の子供のせいで迷惑してんだ、帰れ、二度と来るな、いや、子供放置なんて虐待じゃないの、警察呼ぶ、と聞こえてきた。警察の言葉を聞いて、 B 姉 B 子を置いてダッシュで逃げる B ママ、追いかける子供たち、我に返り周囲に謝罪。気づいたらスーパーの店長がいたんだけど泣いてた。どうやらスーパーでも問題を起こしまくりで、上から叱責されるし、クレーム増えるしで大変だったみたい。泣きながらお礼言われて、ギャラリーからもよく行ったと言われ、恥ずかしくて即帰った。後日菓子折り持って謝罪しに行った。私のせいで大騒ぎになって申し訳なかった。でも店長はじめスーパーの店員さんに感謝された。でも、もう二度と買い物行けない。冷静に対応できなかったので、反省の意味も込めて。